張るぞ。はい、吸っとるやんけ。頭皮吸ってる。はい、どうもグッピーです。鍋です。え、タイです。キャシャです。イバンチ TV 始まりました。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、釣り旅行2日目ということで羽先進行にやってまいりました。タヒくんもね、今日は、来てくれましたんでやっていきましょう。タヒくん、よっしゃー。そして、おおはようございます。なんかいるやったよ。リュウちゃん空いてるってことで2日連続で参戦していただくということで、計 1,2,3,4,5,6 人で釣りの方やっていきたいと思います。頑張るぞ。はい、できた。はい、ちょい投げです。ちょい投げ、できた。なに、パニックサビキです。パニックサビキ、できた。これも投げです。投げ、うまいな。メガネをよいしょよいしょよいしょ。はい、オッケー。お前が最高だよ、これだよ。はい、ゆうちゃん。はい、ヘチ沿いに垂らして、やっぱ根魚系とかも。あ、根魚か。はい、おい、タヒ。はい、俺はパニックサビキやります。いきますよ。ちょっと待って、絡まって絡まってんの、もうパニック 2.5 個。あー、はいはいはい。リールないけど、どうしたの？リール、これこの延べ竿を使ってみようかなと。僕のお家にですね、これ4、5年眠っていた竿を。じゃあ、ゆうちゃん、早速。はい、お願いします。やってみます。長いね、仕掛けがね。あれ、今やろうと思ったのにさ、ラクリやってんだ俺は。あれだ、なるかねえだ。なんだお前、できません。思いやりが大事です。できません。いや、暖かくなってきて春の季節になってきましたね。見てください、この桜吹雪。あ、桜？本当だ。だけんね。鱗がね、大量にあるんですよね。イワシかなんかのだと思うんですけど。はいはいはい。臭くてね。待ってると本当に。タヒくんごめんね。タヒくんごめんね。なんだよ。もうライジャケつけてねえじゃないかお前よ。やめな。やめな。皆さん、ライフジャケットはちゃんとつけましょう。変身。上向こう行ってたの一人で旅してました。うん、これはこれはね、チアユー。あ、チアユーか。すげえな、リュウちゃん。はえーな。魚に対する嗅覚がず抜けてる、うん、やった。お前ら見ろよ、こうやってよ。乱暴して場所をポイントを変えて釣れる場所行かないだなんで、こうやって C の教えは絶対。見てください、この腕のマークを。黙ってろ。キョショウちゃん。はいはいはい。あの、なんと隣にいた方が、あの、イバンチの、あの、視聴者さんで、今日の釣果を、あの、見せてくれるということで。そうそうそう、見せてもらったら、こちらめちゃくちゃ血合い釣れてる。わお。隣の方も多分上手なんでしょうけど、うん、僕らも頑張ればね、これほど釣れるってことで、釣れてる。めっちゃ釣れてる。わ、めっちゃ釣れてる。ゴレンじゃないですか、ゆうちゃん。そんなおめでとうございます。はい、ありがとうございます。タヒ、隣の人も釣れててさ、隣のゆうちゃんも釣れてんのにさ、なんであんたも釣れないの？釣れねえわ。いや、めっちゃ前釣り頼むぜ。タヒ、釣っとるやんけ。にぃしてぃ。ゆうちゃんの竿で。ゆうちゃん、お前、いつの間にそれ。ロレボできんじゅん。いや、言いました。ゆうちゃん、タヒ、針引っかかってますよ、これ。これ引っかかったんですよ。助けて。鍋くん、ゆうちゃんの竿を使ってさ、釣っててどうすんのよ。おい、マジで来た。おっと、2連かな。すげえじゃん、鍋くん。鍋くんが釣りました。釣れたやんって1匹と落ちちゃったけど2匹目。すげえ、鍋座面白いかも。お前、ルアーやれや。やる。向こうで釣れたね。釣れた、気持ちよかったわ。タヒも向こう行ったら釣れたね。最高だったわ。あれ、2人どうしたの？こっちはどうだった？投げ釣りだ、釣れねえんだよ。おい、微妙だにしない。生きてますか。お前も釣んだよ。二人ともだよ。俺は結構釣ってっから。やっぱこいつでしょ。昨日カニいっぱい釣ったから。お前だろ。押し付け合いしてんじゃねえよ。とりあえず一匹釣ってきなさい。血合いよ。血合いよ。ってしょうがねえよ。大物をボン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 。頭には乗せないでしょ。風が強い。というわけでポイント移動ですね。今度はこっちのテトラタイですね。ちょっと魚が潜んでいそうなので、ブラックリ投げ釣り、あとルアーメインでやっていきたいと思います。風やば。何、何それ。タヒ釣ってる。今行くから待っててくれ。タヒ、おめでとう。何それ、銀ポ。銀ポ。すげえ、タヒおめでとう。やったー、さすがタヒくん。銀ポといえばタヒ。よっしゃ。
じゃあ楽しい。ルアーに当たりはないっすね。ディンポ以来何も釣れないし。ダメだ冬は。移動ない移動。ゆうちゃん、エイリアンガニ釣れました。何これ、かっこいいというか三角形。いやーよかったよかった、渋かったからね。よかったにゆうちゃん、ありがとう。危ねー、ここで釣れたそうです。俺が牛耳ります。クッピーさんが横取りするんだ場所も。来た。あークッピー、くっそー、なんかいるぞ。いるのは間違いないんだ。うわこれちょっと狙うわ俺。ワンチャンあるね。あ、来た。え、いる、タヒ、タヒいる。やばい、え、なにこれ。すげえ、でっけえ、でっけえ、マジでちょっと、マジこれ穴の主が出てきたね。上がんなかったマジ。これパンパンっすよこれ。もう肝だよ肝、うん、やったー、おめでとうグッピーさん、やったー。じゃあタヒくん、はい、協力プレイで釣ったドンコちゃん、はい、サイズ測ってみましょう。久慈、はい、漁港で釣ったのが27センチぐらいだったんですよね。タヒ乗せてください、ピタッと。どうだ、あー28、あー惜しい、もうちょっと30だったのか。でもワンサイズアップしましたんで。あ、これはすごいよ。やったぜ、イエーイ、やった。今ちょっと釣り終えてね、ポイント変更しようと思ったんですけど、視聴者の方にねこれじゃ効かないですから、ね、いや本当に私ももらっちゃった。めちゃくちゃ大量のね紅茶家電とおコーラいただきましてありがたいね、タヒくん。ありがたいや、ありがたいや、助かります本当。ルネッサーズ、リバンチテック甘党多いからね。まあ、いや移動してきました。いや移動してきました。はい、ここは北浦ですね。シーバスもしくは、まあ、ブラックバスもちょっといるらしいんで、もしくはハクレンというねちょっと大きい魚がいるので、まあそれはハクレンたらすれがかりになっちゃうんですけど、妖怪みたいな。そこら辺を狙っていきたいと思います。こっち立ち入り禁止だからね、あっちだよ。はい、行けよ、ほら。ちょっと一発ギャグ景気づけに、みんな結構ね今頑張ってるからよろしくお願いします。ボーツマス、ボーツマス、波動拳、人聞こえますか。若しく、若しく、そんなの関係ねえ。はい、というわけでね、まあ北浦来たんですけど、激におりでね、今日は風も強いんでお話になりませんでした。まあちょっとね、最後の締めとしてはね、ちょっとあれでしたけど、まあ刃先でもね、今回釣れましたし、前日の魚釣り園、港公園でもチョーカーあげられたんで、よしとしましょう。はい、よし、はい、というわけで今回の1泊2日の釣り旅行これで終了とさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。